はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。フィクソサー父のスピカでございます。東京2020オリンピックやっていきたいと思います。今回はですね、このねトレーニングっていうのでトップアスリートが登場するということで、あの期間限定なんですけど、9月20日から10月3日まで、こちら、まずはねこのビーチバレーボールっていうのが、この2人、坂口佳穂選手と村上麗華選手ですかね、トップアスリートということで、こちらの選手と練習ができるということで、で今回はねあのこっちの方からいきたいと思います。 100m のケンブリッジアスカ選手、こちらの、方と、練習ができるということで、一回やっていきたいと思います。僕もねちょっと初見なんで、どんな感じなのかちょっといきたいと思います。まあゼロウィンってまだ1回もやってないんで、1回だけ走るだけで終わりですかね。ちょっと分かんないですね、やってみないと。予選とかそんなのはないと思うんですけど、おどこだ、あーあるね、隣にあるね、隣にいてますね。これですね、ウルトラアスリートケンブリッジアスカ。さあケンブリッジアスカ選手に勝ちたいですよね。ワイベレコードはね9秒303なんで、まあ、あれどんな感じだったかな、ちょっと忘れた。スタート、セット。あーやばい、ちょっとやられた。スタート早すぎて、あーダメー、12.778、ダメですよ、負けました。スタート焦りましたね。あー、アスカ選手早いですね、スタート。ちょっとリベンジ行きたいと思います。おっしゃおっしゃ言ってますわ、喋ってますわ、声が入ってますね。もう一度プレイでしましょう。あ、すぐできますね。一応これアスカかケンビッチ、よーし、次こそはちょっと勝ちますよ。やってみましょう。早いっすわ、9秒806でも、あれケンブリッジ選手そんな早かった？何秒ケンブリッジ、いや早い、9秒135ですもん。これはきついな、本当のケンブリッジさんじゃないですよね。本当のケンブリッジさん9秒9、1秒10秒切ってるぐらいなんで、うわこれは早すぎるわ、これきついなぁ。イエーイ、いやこれは自分のベストが9秒3ぐらいなんで、ちょっと勝てない感じがしますね。一応もう一回やってみますけど、桁違いの速さですね。スタートも抜群で速さも速すぎ、全然ダメ、あー見てるけど、あーダメですわ、これは早すぎる。ドリブで見ましょうか、段違いの速さですね。勝ちたかったけど、これはなかなか勝てるタイムじゃないですね。ちょっとコンピューターを弱くしてみましょうかね。おっしゃー、コンピューターの強さをちょっと、競技を選ぶ。ケンブリッジアスカさんのコンピューター今普通なんですけど、これを強い
もっと、ああ、これでもう全部ダンスは普通強い。もっと速くなるんだ。強いでちょっとやってみましょうか。どんだけ変わるのかな。さあ、ちょっと強いやつでやっていきたいと思います。タイムがどれだけ変わるかなんですけど、まあちょっとタイムが遅いんですけど、ケンブリッジさんのタイムが何秒かですね。9秒105なんで、あ、まあタイム自体はあんま変わらないですね。でもあと2秒縮めるのは、ちょっとリプレイ見ましょうか。かなり厳しいですね。スタートがね、抜群にいいですね、やっぱりね。ケンブリッジさんを出してほしいんですけど、ケンブリッジさん、次のスタート出ないかな。あ、出る出る。ここのスタートが抜群ですね。ほら、全然追いつけない。まあ、僕のスタートも悪いんですけど、こんな感じですね。とりあえずこれでもう負け続けです。ケンブリッジアスカさんには勝てなかったっていうことです。あと9秒1台はね、なかなかもう出ないですね。あのコントローラーが欲しいですわ。連打のコントローラーが、連打のコントローラーがあって、まあ、スタートバッチリ決めてどうかって感じなんで、まあ、今回はこれで完敗ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。またね、東京オリンピック、また引き続き動画撮っていきたいと思いますので、またご視聴のほどよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。